フリーの小山です。よろしくお願いします。先日の、記者会見でニコニコ動画の長尾さんの方から、自民党議員の秘書さん ことを調べた方がいいんではないかというご発言があったんですけれども、こちらについて有田さんや鈴木エイトさんなどのジャーナリストの方にですね、依頼などをして、自民党議員の秘書の素性というのを調べるというのは、外部から行う予定はありますでしょうか。よろしいですか。はい。まあ、他党の秘書さんの素性を調べるというのを、まあ、立憲民主党が行うかといえば、ちょっとそれは我々が行うものではないのかなというふうには、まあ、今一瞬考えた中では感じますね。まあ、まずはそれはむしろ自民党の中で、そういった指摘が数多くされているのであれば、自浄作用として、まあ、行うべきことではないかと思います。はい。